どうもはい、はい、今日は、アセスメントで姫路港に向かってますそれはあれやねんな、最初の背景前のフロントガラスやねんはいそうですね。いや、いいよ、それでどんどんフロントガラスね、まあ、うん、この前にちょっと YouTube で流せない内容で話してたんで、あ、なるほど、はい、もう途中からにしました、ね、ちょっと秘密の会話をしちゃいましたあ、はいで、今日は、はい、新たに、はい、あ、早速紹介しちゃいますか、はい、今年1月に宝塚港に来ましたはい、辻本くんです。あ、辻本ですあ、ありがとうございます。あ、ちゃんとシートベルトしてる。もちろんです辻本くん少な、この辻本くんのなんかなんかあの、ちゃんとあの調査してあかんよ。はい、どこから来られたんですか。僕は斜めこれ難しいですね。自分は大阪府大阪市出身です。あ、大阪のそこまでです。鶴見区です。あ、鶴見区で、ね、でもインタビュー初心者だからね、カビティは。はい、ちょっとカメラワークがちょっともうすごいことになってます、ね、でもそれもなんかね、可愛くていいと思うよなんかあの辻本くんに聞いてみたら、あの最近の、あ、これどっちが右か、あ、右です。最近の宝塚に来てレッスンどんな感じですかとか聞いたらどう。あ、聞いちゃいな。最近の宝塚は、いや、画面斜めなんで画面斜め。宝塚は、前の子と比べてどんな感じですか。コートが広い、大きい、面数が多いのと、皆さんの通っていただいている方の人数が非常に多いです。なるほど、あ、じゃあカミティ、はい、深掘りしてレッスンで困ってることとかは。レッスンで困ってること、それだけ言いにくいよ僕の技術があまり高くないんで、失敗してすいませんっていう頼りになっちゃうところです。まだ緊張してるということですか。緊張します。緊張してる。でもともと緊張しいやですね。緊張で人見知りがありますまだまだ。え、何年目やったっけ、コーチ。何年目やったコーチ。社員としては4月から3年目になります。アルバイトは高校3年生からします。あ、高校3年生。高校3年生。いや、斜めなってる。画面見ながら。神って画面見ながら。もう見てない気を抜いたら。気を抜いたら斜めに。気を抜いたらわかんないカメティ。はい、カメティ、頑張って。カメティ、カメティ、名前が変わってます逆にあの辻本くん、レッスン見て、カミティどうなの。けど、なんかいつもなんかめっちゃ楽しそうにやってますね。おお、はい、めっちゃ盛り上げ上手。はい、確かにね。はい、まあ、代行したクラスでももうなんか自分のクラスのように、はい、盛り上げてるんで。あ、盛り上げ上手。はい、素晴らしい。確かにですね、横から見てもあれは、はい、楽しそうですね。皆さんも楽しそうだよね。はい、やっぱりコーチとしてはね、宝塚校的に言ったらカミティ先輩やけど、はい、やっぱりコーチ歴というかキャリアで言ったらね、はい、辻本コーチの方が一つ1年先輩なので。1年じゃないんじゃん、アルバイトコーチ歴で言ったらもう結構5年、5年やからだいぶ先輩やね。5年以上。はい、なんか聞かなくていいの、あの最初の
コーチ始めたての時のあのボードぐるぐるしなかったですか？ボードぐるぐる今3番交代でお願いします。ボード説明の時お願いします。ぐちゃぐちゃに4番5番さんは交代型としました。自分の先輩が数字をこう逆からかけるってやつ。あーあるね。僕はそれに憧れてやってたんですけど、6と9で大分苦戦をしました。6と9で大分苦戦しました。これ大分映ってるか、これ画面に映ってる、ちゃんと画面見て、画面見ながらやってる。いや、あ、映ってます。映ってる。はい、映ってます。なんかちゃんと見てる。ちゃんと後ろ、後ろがっつり振り向きながらやりや。カメラワーク大丈夫。辻本コーチがもう端っこにおるやん。あ、こっちの方がいい。あ、いや、シートベルト。あ、いや、これで、はい。え、今はもう逆さに文字を。あ、書きます。書けます。すごい。一緒ですね。一緒ですね。書いて、書いていく。これがやっぱりカビティの良さやから、グフフが。え、カビティはどうなの？はい、逆にちょっとカメラチェンジして、じゃあ辻本くん、はい、あ、辻本くんはカビティにインタビュー、インタビュー、ちょっと目がちょっとかゆいです。花粉で、はい、花粉でちょっとやられてます。やられてます。ちょっと目がめっちゃ赤いんですけど、辻本くんなんかインタビューして、最近のプライベートはどんな感じですか？プライベート、いきなりプライベート、休みの日っていうことですか？そうです。何をされてますか？あ、休みの日は基本は一人で生活に行って。嘘でしょカビティ。最近多いです、ね、一人で整骨院で温泉行って帰るっていうのが習慣化されてきました。習慣化されてきてます。あ、けどたまに友達と、はい、ご飯行ったり買い物行ったりはしてます。なるほど。はい、どうですか辻本君、どうですか？僕も温泉はよく行くんで。あ、温泉はよく行く。はい、また一緒に行きましょう。さあ、こうじで。また一緒に行きましょう。さあ、こうじで、すぎる。じゃあ、なるほど。どの温泉が一番好きですか？どの温泉が広げるね。温泉で広げるね。どの温泉ですか？おすすめは。おすすめはでも、こっち来てからだとやっぱり宝塚の湯しか行けない。宝の湯やっぱり皆さん有名のね、宝塚の方やったら皆さん知ってるだろう。はい、週2ぐらいで帰ってます。週2ぐらいで行ってるの？もう週2で結構整ってますね。整ってます。僕も整うのは好きです。はい、次の日体が軽くて宙に浮いてるような感じです。宙に浮いてるような感じで、はい、確かにプレーがね、宙に浮いてる。はい、そうだ。だからなんか次の質問いこうっつって。次の質問好きな食べ物とかありますか？好きな食べ物やっぱなしお願いします。やっぱなし、興味ないんか。宝塚でこれから僕が気をつけるべきことは何ですか？気をつけるべきなこと、僕はどこを目指せば。髪の毛ですね。ちょ、身だしなみがちょっと髪の毛がちょっと最初に来た頃よりも、うん、そうやね、くるくるなってるんで、途中でなんかイメチェンが、はい、だから路線が路線がちょっと
外れてきた。どこ目指してる、はい、どこ目指してるかなと思って。あ僕の質問みたいな。逆質問。なるほど。まあ、清潔な頭ではあるけど、はい、まあ、ちゃんとしっかりセットしてるもんね。朝、朝、あ、はい、します。朝はね、しっかり自分の家のように、マイドライヤー持ってきてます。ドライヤー持ってきて、辻元コーチはマイドライヤー持って、あの洗面所を独占しております。あの、ほんまに気をつけます。もしゃもしゃな、もしゃもしゃなやつをちゃんとしっかり、バチッとセットしてるんで、なかなかあれ大変。何分ぐらいかかってるあれ、あの、あれでも、僕、パーマ立って楽なんで、5分、7分とかです。あー、まあ、意外とそんなにかかってない。5分、7分水を濡らすと一瞬で馴染みます。そうやね、女性陣からしたら怒られるよね。5分、7分で、ね、準備できるってなったので、はい、いつでも対応できます。いつでも対応できます。5分、7分。え、どうなの、もう3ヶ月終わるけど、はい、辻元くん、どう、なんかこう、一気終えてみて、あっという間、あっという間でしょ。あっという間やった。もう早くも12週目に入るもんね。そうですね。何が一番びっくりした？宝塚来て。宝塚来て、やっぱり皆さん、和気あいあいと。あ、わきあいあいとしてる。仲がよく。ちょっと仲の良さが、優しさに感銘を受けました。感銘を受けました。無理やり言葉を選んでるね。あ、そういうことです。崇拝するの。崇拝するの。崇拝はしてます。たまにあの辻元コーチ、その言葉。今みたいな結構あるよね。すいません。すいません。ちょっとじゃあカミティにチェンジして。はい、はい、チェンジチェンジ。やっぱカミティにちょっとやっぱやってほしいから、はい、インタビューインタビューインタビューっていうか、ちゃんとリポーターちゃんとしないと、今日の、はい、なぜみんなで車に乗ってるのか、もう一回ちょっと。そうです、ね、今日は何日何日で、今日は3月23日3月23日ですね。休館日の日です、今日は。はい、ただ休館日ではないので、休館日なんですけど、はい、僕らはお休みではございません。はい、全員で姫路港に行って、はい、これからちょっと頭を使って、はい、これから頭を使って、はい、どういう宝塚港にするのかっていう、計画を立てに行っております。はい、で、カミティ、なんか、はい、意気込みを、今日の意気込みを、はい、そうですね、自分も発表することがあるので、はい、しっかり緊張せずに話せると、はい、話します。いい気になる。 OK、 自分のペースで、自分のペースで、はい、やっぱり緊張すると、なんやろ早口になってしまうんで。ああ、はい、だいぶ普段ゆっくりやけどな。自分ではめっちゃ早口と思って、うん、周りから見たらそんなことないんですけどね。そんなことないよ、結構ゆっくり喋るタイプの方やなと。うん、ね、辻元コーチ。はい。ゆっくりだから しっとりしてちょっと表現がこういう感じだよね。はい、なんか表現がちょっと違う、言葉がちょっと違う、ワードセンスがちょっと違う。あ、また来た。ダメ。これまだテロップ出さなくて、テロ
画面斜め見づらい部分がありますが、すみません、なんてのかな。じゃあまた最中とかにも撮る、やってる最研修やってる最中にも撮れたらね、撮ろうか。はい、撮りましょう。はい、はい、ではまた皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。バイバイ。しゃピース、顔も映して、ピース、髪に自分の顔も映して、自分の顔も映して、自分の顔映してないよ。あ、映してる。これはやっとにこうしたらいいよ。